ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので、安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。おはようございます。おはようございます。ほのみです。たえです。はい、カメラじゅんです。今日はですね、アコーディアゴルフの千葉桜の里ゴルフクラブに来ております。はい、今回久しぶりにたえちゃん。はい、久しぶりだろ。AI キャディ、 AI キャディですよね。の動画撮った時だ。あれがもう1年ぐらい前、1年ぐらい経ちそうですね。ほのちゃんももしかして1年ぶりぐらいかな。いや、この間稲森さんね。そう1年じゃない。前は多分1年。そうだよね、うん、あ、そうなんだ。今日はですね、こんなお二人にマッチプレイしていただきたいと思います。お願いします。対決です。9分になりますいいよ、もう始まってる。対決かわいい。で、マッチプレイなんですけど、ルールちょっとアレンジしていて、勝ったホールのスコアによってポイントが違います。いつもワンナップ、ワンダー、ワンダー。そうそうそう、ね、なんだけど、パーで勝ったら1ポイント、うん、バーディーで勝てば2ポイント、うん、あー、なるほど。ホールインワン、アルバトロスは5ポイントなかなか出て、10ポイントぐらい上げてもいいぐらいだけどね。10欲しいぐらいだね。そうそう、5ポイントで、ボギーで勝ったら0点です。とにかくバーディーを取って頑張って勝負してもらいたいなと思ったので、今回はバーディー2ポイント2アップになりますので、2人ともガンガンバーディーを攻めてもらいたいなと思います。はい、はい、バーディー取らなきゃいけないと言って、うん、つい前回のラウンドでプライベートのラウンドで67だったので、おーおーバーディーめっちゃ取ったんでいける気がします。すごいですねそれを超えて勝ちに行きたいと思います。はい、2人はさ、なんだっけ、いろいろサバイバルとかも出てるから、うんうん、サバイバルも一緒に出たんで。一緒に出て、あ、そうなんだ。のぞちゃんがだいぶ残ってました。私は最初の方に消えました。すいませんなるほどね、うん、まあ、そういう勝負もしてると思うんで、まあ、ちょっと変わったマッチプレーですけども、頑張ってほしいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。たいちゃんから、はい、今日は白 T で行きたいと思います。はい、10番ホールパー4、385ヤードです。右がちょっと浅そうなので、はい、少し左目に。はい、よいしょ。お願いします。よいしょ。同じ方向ついてくるね。飛距離は2人とも同じぐらい。同じぐらいだよね。いや、大体も飛ぶんじゃない。いや同じですじいちゃんが映ってる。あ、じいちゃん、今日は保護者役です。マママミー、やめてよ。マミーにしたら若すぎるわ。そうだよね、お姉ちゃんですね。でも一回り違うからね。え、だって今年20歳でしょ。うん、20歳。20でしょ。私32だから、12個ちょうど。やばいね。いや、順調。
赤い。今日は新しいゲームを教えちゃったからね。はい、何おはようでやんす。おはようでやんす。ちょっと調べよそれ。もほぼ同じところに落ちておりました。何番で？5番 UTT。どこ？でかいかも。で、どこまで行ったか。ギリギリ落ちたけど。奥やばそう。なんか右奥がやばそうに。やばいかな。気合入った。いきなりやるかした。すごいね。寒いのに飛ぶね。飛ぶね。うん。でも170で豪遊って普通だよね。いや普通。私も豪遊で行きます。はい。右え？どこ？ほうちゃんと同じとこ行った。奥？奥っぽいですね。行ってみよう。標高高い。ここ標高高くないですよね。成田ですよね。ここ普通170飛ばないよ。だってうちも飛ばない。だってもう一個大きいので打とうとしてたの。165好み。105U はあ、でも使えないの。え、でも170絶対あるよね。だってここ168だよ。だってちょっと待って、うちもだいぶでかいかもしれない。170ちょっとで。え、右大丈夫？右ちょっとやばそうじゃない？あれやばいかもしれない。やばいかもしれない。うん、なんか飛ぶね。私たちなんかついてくるね。ね、今ついてっちゃった。ついてくるね。何よ何よ何よ何なのよ。カメラで追ってんだけど全然見えなかった。ね、ズームして。すみません、右にあるんですよ私たち。追えないかもしれない。追えない。結構やばそうだよ。あれ？え、ちょっと待って。緊急が。そっちは楽だよ。二人とも同じ方向に行くから。嘘でしょ。本当にないです。ゼロポイント。まさかゼロポイント。どうしよう。え、本当にないの。あった。あった。あ、誰？ほのみ。ほのちゃん。あった。え、たえちゃんもうちょい手前っぽい感じだったよね。え、これって何？ OB？ いや、これは OB じゃないじゃん。くセーフ。セーフ、セーフ。だって白食いよりもネット手前にある。一応ボビー出やすいんじゃないの、ここ。あ、タエちゃんの方が右だったよね。うん、ちょっと右だった。そうだよね。なんかバンカー方向かなと思った。なくなっちゃった。なんかこっち、この辺だったよね。そう、方向はこの辺で。ほのちゃんよりは飛んでなかったんですよね。見た感じ。うん、うん、私もそんな風に見えた。そしたらこの辺から入っちゃうのかな。タエちゃんのボールは、はい、OB だよね、多分ね。多分、はい。なくなっちゃいましたので。ここから2打罰で。すいません、ちょっと特別ルールで。特別ルールでやらせてもらいます。すごい飛んじゃったのかな。ねえ、はなちゃん出てくる。練習グリーンより全然速いかもね。ゼロ点。そうで関係ないか。関係ないね。私がこれ入れなきゃ。そっか。そうだね。パー取ってもパーじゃないと点取れない。そうだった。よかったね。まだチャンスがある。うん。このパパと入れない。入りません。やっ
いや今完璧と思ったけど。あ、OK とかあるんですか。あ、そう。OK、ね、あり。お先なしの OK あり。はい、お先なし。そうそうそう。今でも OK だから。うん、今の OK。特別ルールに。特別ルールだから今日は。ボギーだとポイントないんですよね。そう私だいぶっちゃったけど。ちょっとバーディー取ってくる。そうバーディー取んなきゃいけない。幸先悪かった、うん、うん、悪い悪い、まあ、飛びすぎちゃったね。そうね。なんで飛んだんだろう。今ギリギリだったかも、私のカメラが。意外といくね。なんか飛ぶかも、ここ飛ぶのかな。だってあの吹き流しに230ですよ。230キャリーで超えてる、超えてるよね。ついてくるね。ないでしょ。ついてくね。仲良しだね。仲良しだね。てか雨。雨やだ。雨やだね。やだやだ。まだ暖かいからいいけどね。うん、この後多分北風。うん、北風。昼以降北風です。感じしないんだけど、ね、本当にプライベートみたい。これがいいんですよ。いいですね。なんか楽しい方がいいでしょ。うん、いい、楽しい。私も二人が喋ってくれるから楽でいいよ。純ちゃんだから喋れる。そうそうそう。あ、あった。これはもみさんですか。お、飛んでますね。ね、飛んでる。この底にありますか。私が10ヤード勝ちました。そうですね。ナイスですね。あー、ナイショ。私もスプーンで行ってきます。はい。テストは3月です。あ、3月なんだ。うん、まーちゃんとは違う会場で。あ、そうなんだ。そう、それってどうやって決めるの。みんなそれぞれ希望を出して、うん、あとはそこから先着順で。あ、そうなんだ。うんうん、じゃ近いとこがいいとか、そういうこと、難しいところがやるとか。そう、好きなコースに行きたいとか。へえ、なるほどね。まーちゃんはどこでやったの。伊豆浦庭園っていう福島で。お、福島まで行くんだ。そうなんですね。かいちゃんは。私、富岡クラブです。あ、富岡ね。うん、群馬の。群馬の。と、75ヤードです。52度で打ちます。はい。メソン、ありがとうございます。近い？近いかも。大きいかな。何ここ飛ぶのかな。飛んでるね。うん、飛ぶ。雨なのに。確かに暖かいからかな、今日まだかもしれないですね。それか結構あったかい。標高、標高高くない、うん、そうだけどね。高くなさそう。
千葉ですもんだって。そうだよね。お先なしです。オッケーしてもいいです。オッケーだって。本当にいいんですか？うん。だって私が揺れるか揺れないかでしょ。そうですね。おお、ナイスバーディー、2点です。やばいじゃん。やばいよ。ちょっと雨がね。雨もやばい。雨もやばいね。ちょっと思ったより早く雨降ってきちゃったね。